ジョゼフ・スティーブン・イングレットは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サクラメント出身の元プロ野球選手。右ト左打。愛称は、ブルドゥー・ジョー。ネバダ大学理の校では、ライアン・チャーチ、ライル・オーバー・ベイ、チャド・クオールズとチームメイトだった。2000年のドラフト8巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され入団。2006年6月21日に27歳で、 メジャーデビュー。この年は主に二類種として64試合に出場して打率。284を記録。2007年はマイナー暮らしが続き、インディアンスからウェーバー工事され、9月14日にトロントブルージェイズへ移籍した。結局この年はわずか2試合の出場に終わった。2008年はアーロンヒル、スコット・ローレン、バーノン・ウェルズといった主力野手から、 ユーティリティープレイヤーのジョン・マクドナルドに至るまで故障が相次いだため、イングリッドの出場機会が増加した。後半戦は主に1番二類種として活躍した。最終的に109試合に出場して打率297をマークした。2009年はロースターに飽きがなく開幕をトリプル A 級で迎えた。5月22日になってメジャーへ昇格したが、 低打率に苦しみメジャーとマイナーを往復する日々が続いた。8月にアレックス・リオスが放出され、ナイトのレギュラーをつかむチャンスだったが、ホセ・バティスタにその座を奪われた。12月5日にウェーバーでテキサス・レンジャーズに移籍。しかしコルビー・ルイスの獲得に伴い2010年1月27日にミルウォーキー・ブルワーズへ再びウェーバー移籍。 2011年2月18日にタンパベイレーズとマイナー契約。3月27日にヒューストンアストロズへトレード移籍するが、5月27日に解雇された。内外野を問わず多くのポジションを守れる典型的なユーティリティープレイヤー。本職の二類種以外に、遊撃種、三類種、左翼種、中堅種、右翼種、指名打者での出場経験がある。 2008年までは二塁を守ることが多かったが、2009年は、聖二塁手、アーロンヒルが、打撃好調でポジションを、不動のものとしたため、二塁での出場はなくなり、もっぱら外野手での起用となった。長打力はないが、瞬速高打が持ち味で2008年は109試合の、出場で打率、297をマークした。マイナーリーグでの通算で3割を超える打率を、 残している。盗塁成効率も高く、通算では8割を超える。ありがとうございます。